が変わったけど、今の方向で合ってるか、ナヒーダ。ええ、この航路を行けば意識の船がすぐに私たちをここから連れ出してくれるでしょう。もうすぐ目的地に着くわ。みんな意識ははっきりとしているかしら。もうこれ以上新たな変数が現れないでほしいわ。そういえばナヒーダはないわよ。私の誕生と彼女の逝去はそうでもなければ、きっと彼女からより多くの指導を受けていただろうし。もう十分よくやってるぞ。よし、がずっと言ってた場所か。世界樹の足元。ここよ。オイラたち、マハルカデでもあそこに立った。私？私にそっくりだわ。あなたがマハルカデバーター。ええ、いかにもこの姿に驚いたのかしら。ここは当時の世界樹と大地の形を再現しているの。けれど結局は意識空間に過ぎない。あなたと私は本質が同じだから、私たちの姿は完全に同じように見えるのよ。どうして本質が同じなの？あなたが私で、私があなただからよ。あなたは私のリンネだもの。リンネ。マハールッカデバータである私は世界樹の化身なの。そしてあなたは世界樹から折られた最も純粋な枝。例えるなら、たとえ木が枯れても枝はいつか根を下ろし別の形で生き続けていくかのように、あなたの目の前にいる私はマハールッカデバータとしての私が残したほんのわずかな意識に過ぎない。本当の私はとっくの昔に死んでいるのよね。
たの今の姿から時間を推測すると、大方私が死んでから500年近く経ったのかしら。やっぱり来たのね、ビンネ後の私。それってもしかして、いつか私もあなたのような偉大な神になれるってことなの？あなたと私の本質は同じだけど、運命は必ず異なるわ。万物には自らの運命があるの。枝が成長して新たな大樹になっても、本来の木と全く同じ姿になることはない。だから運命こそが究極の知識。そうよね。実に悪くない考え方よ。私も同意するわ。だからこそあなたは私にはなれない。そう。でもあなたなら私よりも偉大な神になれるかもしれないわね。すでにあなたの身から当時の私にはなかった意志を見出しているわ。それが導く未来こそあなただけが持つ運命なの。そしてそれらはあなたが過去に経験したすべてのことによる恩師でもある。安心して、知恵の成長も実は草木と同じで、ゆっくり花が咲くのを待てばいい。今考えると教令院の賢者たちって全く見る目がなかったんだな。ありがとう。本当に嬉しいわ。自分がずっと慕っていた目標が実は異なる運命の自分だったなんて。あなたと話せて本当に良かった。ナハールッカデバータ、ずっとあなたに会いたかったの。私もよ。世界樹の枝を折り、あなたを想像した瞬間から、こうしてあなたと会話できることを、ずっと楽しみにしていたの。どうして私を想像したのか話してくれるかしら。ええ、分かっているわ。あなたたちは答えを探しに来たのよね。あれが起こった日、空さえもこのような色になっていた。当時私以外の七神は全員カーンルイヤという名の国へ向かうよう召集された。ま、それは世界樹を守ること。災難の降臨は禁忌の知識の汚染とともに現れた。それとほぼ同時刻、世界樹と意識がつながっていた私は異変に気づいたの。さらには精神的な苦痛が私を苛み始めた。そして私が世界樹に駆け寄った時にはすでに禁忌の知識によって侵食されていたわ。もしも千年前に
キング・デシレトと共に禁忌の知識による汚染を収めていなかったら、あの時私はなすすべもなかったでしょうね。禁忌の知識、それは一体何なの？この世界には属さない知識、知ることのできない真実よ。あれはアビスの底から来るもので、私でさえ理解できない。世界はあれを排他し続ける。もしも禁忌の知識による世界樹への汚染を放っておけば、テイワット全体が支離滅裂な状態になるでしょうね。知恵の神でも理解できない知識があるなんて。あの時私には分かっていたの。単に自分だけの力では。だから私は人間の知恵を統合する装置を作り、それをアーカーシャと名付けた。まさにこの世で最も偉大な発明ね。ありがとう。少し勝手なやり方だったけど、それでも私はアーカーシャを利用して人々の夢を借りた。それでどうなったんだ？スメールの民の知恵のおかげで、禁忌の知識はほぼ全て世界樹から取り除かれたわ。でも事態は私の予想していたほどうまくはいかなかった。その時やっと私の意識が世界樹とつながっていることを思い出した。世界樹が私に知識と知恵をもた、最初から私という存在は禁忌の知識によって汚染されていたの。そんな、どうして？私もあなたの意識の中でその苦痛を見たわ。ええ、でも私がどう感じたかなんてそれほど重要じゃないわ。たとえ私が死しても、私の存在、私と関わる全てが記憶と知識として世界樹に保存される。それにより禁忌の知識は永遠に根絶されることがない。そして私も永遠に自らを消すことができ、だから私は世界樹の最も純粋な枝を折って、私を輪廻転生させ、手がかりを残した。あなたをここに来させて、汚染された私を世界樹から完全に消すために。待って、違う、そんなの違うわ。それが何を意味しているのか分かったよね。あなたの想像通り、世界樹にはこの世の全ての知識と記憶がある。私を世界樹から抹消するということは、私が初めからこの世に存在しなかったのと同じ。でもね、これこそが世界樹を救う唯一の方法なの。人々はあなたを慕い、あなたをずっとずっと思ってきたのよ。私もこのままあなたを忘れ、本当にもう他の方法はないの？
あなたは知恵の神なのよ、ブエル。知っているはずでしょ。これ以外でも、そんなに悲しまないで、ブエル。知者として、これがあなたたちのずっと追い求めていた答え。世界が、私をどうか、忘れてくれますように。私たちは皆、知恵の木の下で息づき、世界を読もうとした。土から読み、雨から読み、そして白き鳥となって枝に登り、やっとのことで重要な一枚の葉を口に加えるの。かつて、私はこの世で唯一夢を見られる個体だった。私の夢では、人々は皆夜になると夢の世界に入れた。人々の脳裏には様々な発想が現れ、地面に転がるもの、空に浮かぶものがいる。それは全ての物事をつなぎ、まばゆい網にした。三千世界の中に、さらに小さな世界があり、全ての運命はその世界で躍動した。だんだんと分かったの。これら描写のできぬ変化し続けるものこそ、この世で最も奥深きものであると。それらのみがあれら狂気を徹底的に駆逐できる。夢のみが意識を最も深い暗闇から呼び覚ませるの。こそは問いを唱えるもの、そして同時に答えを探すもの、人々の夢で世界を救う、それがかつての私の答え。そして今、あなたたちも自らの答えを見つけた。すべての夢を人々に返すわ。スメールの民よ、さようなら。今宵、素敵な夢があなたたちに訪れますように。